いやー暑いですね。なんだかハイカラな街に着いちゃいまして。どこでしょう、ここは。流山駅、素晴らしいですね。ちょっとこの界隈を回ってみましょうかね。失礼します。流山商工会議所にやってまいりました。素敵な建物で、趣もあって傾きもある感じですかね。ちょっと中に入ってみましょう。コンコンなんですね。失礼します。それでは流山商工会議所の中に入ってまいりました。私も流山商工会議所に入っておるんですけども、流山商工会議所って、はい、どんなことされてるんですかね。市内の事業者の皆さんのバックアップ、経営相談とか、いろんな補助金の相談とか受けてますよ。はい。その他には何ですか。その他にはイベントとか、まあ、特に花火大会とか産業博ですかね。いいですね。役をやらせていただいてます。地域の活性化ということでやらせていただきますので、はい、市内の事業者の皆様、これから流山市内で起業しようとする方、経営の相談でことであれば、こちら流山商工会議所にお気軽にご相談に来ていただければと思います。お待ちしてます。どうぞ皆様よろしくお願いします。ササチャンネルへようこそ。いやー、なんだか神々しい気分になってきちゃいましたね。あら、ここは何でしょう。神社か何ですかね。赤木神社。何ですか、素晴らしいしめ縄。ちょっとここであれ、お、あら、ちょっと、はい、すいません。この辺のお近くの方で。あ、はい、そうです。あ、本当ですか、はい。じゃ、赤木神社にも詳しい方で。そうですね、まあ人並みには。あ、はい。じゃあ、できたらどのような神社なのか、ちょっと少しだけでも教えていただけたら。はい、はい、ですね、赤木神社は流山の名前の由来になった、神社なんですけど、赤木山っていう山が群馬県にあって、この山がですね、ここまで流れてきたから流れ山っていう。はー、お詳しい。あ、詳しいんですね。はい、あ、これ書いてあるんですけどね。あ、そうですか。後で読んでみてください。あ、わかりました、はい。ありがとうございます。はい、いやー、今度はとても立派なお寺に参りました。光明院さんですかね。ちょっと中の方を見させていただきましょうかね。いやー、とっても立派なお堂ですね。そうですね、こんなきらびやかで私がこんなところに入ってもよろしいのかと。そうですよね、ございますけど。感じちゃいますよね。はい、もしちょっとお詳しければお話しいただけると。あ、はい、はい、こちらの光明院は18世紀からあるお寺と伺ってます。18世紀って江戸時代とかそんな感じだと思うんですけど、昔はその、まあ、お隣のその秋元さんのところにいらした小林一茶さんの碑がそちらに あったりとかですね。お隣なので、はい、あとは新選組がこちらにその近藤勇さんがいらっしゃった
時に一緒についてきた方が寝泊まりしたっていうお話も出てます。随分お詳しい。そうですね、ちょっと若干マニアックな方でしたありがとうございます、はい、ありがとうございます。ササチャンネルへようこそ。いやー暑い暑い。お、またまたなんか立派なお店が現れて、流山には素晴らしい店がいっぱいあるんですね。また素晴らしい扉で、これはまた薩摩切子でできてますかね。ちょっと中に入ってみようかなと思います。失礼します。こんにちは。それではお店の方に入ってまいりましたね。旦那さん、ずいぶんイケメンで、ここはあれですかね、あのホストクラブかなんかで。そうです。あ、そうですか。はい、じゃあね、ホストクラブじゃないです。あ、そうですか、はい、どうもどうも、すいません。呉服の小売をやっております。呉服の旦那様でございますか、はい、じゃあちょっとあのお店の方のご紹介いただけたら。はい、ここは、マシア呉服店といいまして、創業が江戸の江戸時代の終わり、安政6年ですから、今年で161年の歴史を持っている呉服屋です。昔から、まあ、呉服というか、まあ、もっと簡単な、ね、昔の普段着みたいなものをやってたんだけども、今は、まあ、ちょっとこう普段着る人はいないから、ちょっとこう特色のある呉服、あとはちょっとお土産物とか、そういうのを扱ってます。それでそれでそういうお店です。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。じゃあどうぞ。失礼いたします。いやー、笹散歩ぐるぐる街回ってたら、なんだか頭痛くなってきちゃいましたね。おや、なんだいここのお店は。地位の家、ちょっと入ってみましょうかね。失礼いたします。あら、また素晴らしい扉で、これは江戸切子ですかね。ちょっとよくわかりませんが失礼します。こんにちは。こんにちは。あ、どうも。それではお店の中に入ってまいりました。ちょっとこのお店はどんなことをやっているのか、ちょっとご説明いただけるとよろしくお願いします。はい、整体のお店なんですけれども、あの頭痛専門整体地位の家というのをやらせていただいていて、まあ、あの頭痛で悩んでいる方で、やっぱり病院とかいろいろお薬とかなんか合わなくって、ずっと悩まれている方が来ていただいて、まあ、頭痛を改善していってもらってるっていうことをやってます。あ、なるほど。私も頭が悪いんですけども直していただけるでしょうか。やってみましょうよろしくお願いします。いやー、流山本町、なんだか歴史のある建物やら文化もあって、とてもいい街でしたね。また遊びに行きましょうね。それでは。旦那さん、ずいぶんイケメンで、ここはあれですかね、あのホストクラブかなんかで。そうです。あ、そうですか。はい。源氏名は。マサルです。あ、マサルさん。じゃないですよ。やりますよ。